吉本のツーガード今今村が持って今村アタックしていくブロックしたスコット田さん、はい、中村さんどうぞ、ね、はい、フェースガードいわゆる吉本にボールを出させないようなディフェンスです。取れてなかったんですね、はい、選手なのでこうゲーム早々スコアできたの大きいですね。もう比江島に今村当たっていきますがアタックして合わせてフォトゥただ琉球しっかり戻っていますがイカルがそのままアタックかクリフティンが前1回止まりますがスコット合わせるいわゆるキャッチアンドシュート打てないですよね両チーム、フリッピン毎近いですよね。ただイカルガのアタックカウントです。顔を出してるってことも言えますよね、はい、やはりペイントでガリガリやり合う展開かフェイクを入れながらの比江島うまいですね。キングスダーラムを入れますか。フォトゥのピックを使ってただ前はダーラム打ってくるテーブス、はい、打ち抜いたラインの中で2ポイントです。ここ今日ポイントですよね。並里がいませんからね、はい、フィーラー空いた3度でしょうか。来ましたコティディフェンスのミス出ましたね。ちょっとコミュニケーションテーブス、アラヤがポジションを変えます。5秒、フィーラーかなり遠めの位置からのポストアップミスマッチですが下がりながらバンクショットが来た。あと2分です。第1クォーター渡辺3を打つ機会からフィーラー2本目はどうか。琉球タイムアウトです。そうですよね、フィーラーだけで8対0のランを作りました。なのでこう流れをつかみかけてるというところでフィーラー選手になりましたね。宇都宮がおっしゃってましたけれどもこのところスイッチするのか、まあ、こう今平時するのか。さあ琉球のディフェンスの強度は上がってくるがテーブス3スローライン際から、うん、今年はいよいよ頂上決戦に登場します。まあ、根間さん小寺選手も人気選手ですよね、はい、いやもう人気もあるしまだ職人ですよね、なんかスライスがかかったようなスイングになりました。そしてスコットと今のミスマッチをついてオフェンスファウルなし。スコット押し切りましたからですね。ちょっと高いですね。フィーラー、はい、ただオフィシャルタイムアウトです。ナイスフィニッシュ。うまいな今のフィニッシュは。その中であえてふわっと浮かせて決めるっていうのはすごいですよね。ここですよね上で。この後です、はい。限定的になってきてるのでね琉球のオフェンスが。エジェクトではなくピックを使ってスキップパス遠藤3度でしょう。来た最初の3で遠藤決めてきました。フィーラー選手もよく見てましたね。1本目で決めましたので、やっぱりここはここも狙うんじゃないですか。遠藤2本目はどうでしょう。ほら来ました琉球タイムアウトです。あーなるほど、はい、これは大東文化対決ファウルはならないものだと思っているともし何かされてもプレーを継続して決めきること冷静になれるかがポイントだと話していました。今村激しいそして岸本いや行きますよテープ2回比江島出ましたね、はい、いやいいディナイですが比江島がボールを持って7秒フィーラーミスマッチからフィーラースコットに合わせる。今村今日これで4点目まだ3は2分の0逆にスコットとクーリースコットです。第3クォーターはすごく強いチームです。比江島からハイロースコットどこがまたアップデートするかですね。遠藤おーイカルが手をかけるここですね。そしてスコット突撃これですね。初めてのセカンドチャンスポイントになりました。イカルが選手ですよねこの強さですね、はい、渡辺3どうでしょうちょっと短いがフィーラーのオフェンスリバウンド来ましたね。セカンドチャンスできました。得点取ればワンポゼッション差になりますからね。遠藤どうするフォトゥさすがですね。比江島です。比江島とフォトゥ比江島ファウルだバスケットカウント全て
スをもう今出す感じです、素晴らしいステップですね。で背負ってピックアンドロール背負って、はい、で最後しっかりスネークで回っていってフィニッシュまで最後決め切る。テーブス、コーストトゥーコーストのアタックになった。フィーラー、琉球タイムアウトです。これもセカンドね、やっぱりこうボールリバウンドに行かないと取れないので、これみんなボールウォッチャーになっててここですから、やっぱり体預けて飛ばせないっていうことをしないとやっぱこういう風になりますよね。今根間さん、小野寺のこう、はい、腰の上ぐらいまで行ってますよねこれ、はい、ピン空いた、スリーどうでしょう。あ、来ないか、リバウンドエヴァンス拾った。エヴァンスセカンドチャンスは来ない。うわー、繋ぎましたね。ただ比江島はやり返そうとしてますが、ファウルあった、後ろから来てバスケットカウント、サーカスプレー、やり返したエース。これはもう救いましたよ、これがチームですよね。一つのミスを次味方がカバーするっていう、今も象徴的なプレー。ここからのアタック、いや自分で当たりに行ってるんですよね。あこれクーリー選手に当たりに行ってるんですよ。なかなかこれ根間さん勇気いりますよね、はい、当たりに行くのもこれですよね、はい、でファールもらってこれがカウント。先今3ポゼッション差が開いています。オフィシャルタイムアウトまでにどれくらいまでいけるか。また比江島、ガリガリ行く。琉球タイムアウトです。桶谷ヘッドコーチはオフィシャルタイムアウトまで我慢できませんでした。強いな、このフィニッシュ力ですからね。今もこう田口さん当たりに行ってっていう感じですけどね、はいはい、当たりに、ね、取られないようにして最後体勢整えてのシュートですから。今村選手もフィジカルなんだけど、いやすごい強いな。今村選手も本当にディフェンスが、スコット、そしてフォク、イカルガ、テーブス、エンド、おお、手を出しに行った今村ですが、入ろう、スコット。今のギャンプ、これもフリースローですからね。いやこれは。まもなく3分切ります。今村とクーリーが戻る準備をしています。スコット、ファールあってバスケットカウントになった。琉球タイムアウトをかけます。今宇都宮は、はい、もう明確にディフェンスはこう先陣を織り交ぜながら、まあ、琉球に少し表面的なこうフィジカル的なストレスだけじゃなくてですね、こうメンタル的なストレスも与えながらというディフェンスですよね。でオフェンスは今岸本、外フリッピン、いやスリーは打てない、フォトゥが来ていました。ここから苦しくなった、イカルガです。エヴァンス打ってきます。リバウンド竹内取りました。試合終了、80対61、ファイナル第一戦宇都宮ブレックス取りました。見事な第4クォーターでした。第4クォーターが26対5。何か根間さん、クォーターファイナル、セミファイナルで琉球がやってきたことを宇都宮がやったような。そうですね、琉球は後半勢いに乗って、まあ、こういう展開で勝ち切ったところをこう逆られてしまいましたね、まあ、その要因がこの琉球のオフェンスに対する宇都宮のディフェンスですよね、はい、ディフェンスのアップとともにオフェンスのリズムも良くなったってことですよね。今今日出られない北川のインフォームを遠藤が持って勝ったぞという報告です。